1日1億円売り上げた男、実演販売の達人がおすすめする次世代のテープカッターとは。では登場してもらいましょう。レジェンド松下さん。カルカット。皆さんもご自宅や職場で必ずテープカッターって使ってると思うんですけど、意外と意識してないんでどんなの使ってるのかわからない方多いと思います。そこでコキオから発売されたこのカルカットは、実は今までで使っているテープカッターとちょっと違うんですね。まずはその前にこちらの VTR ご覧ください。あ、すごい。あ、すごい軽い。全然違いますねこれ。カルカット。使った方、ほとんどの方が思わず声を出してしまう、そんなテープカッターがこのカルカットなんです。切れ味、切り心地、そして切った時のその軽さなんですね。従来の刃というのは一般的によく切れそうに見えるんですけど、見てください。このギザギザのところで無理やり力任せで引き裂きますので、どうしても力が必要だったんです。その点、新開発のこの特殊加工刃カルカットは、実は山の部分にも谷の部分にもしっかりと刃がついてますんで、ほとんど力を入れないでもサクッと切っていただくことができる。これが思わず声が出てしまうカルカットの秘密なんですね。カルカット。そしてなんですけど、無理やり今までのように力任せで引き裂くと、テープのノリがどうしてもこの刃の部分にどん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 溜まっていくんですね。その点、このカルカットの場合は力がいりませんので、実はノリがほとんど溜まらないんですね。これが長く持続する秘密なんです。これだけいい刃を使ってると言われるんです。結構お値段するんじゃない？もちろん今までのテープカッターよりはします。税抜きで1200円。それでも実は経済的な理由が、使えるテープが幅広くなりました。皆さんが一般的に使うテープはセロハンテープ、実はこれよりも安価で、見た目は同じような透明なテープ、 PP テープというものがあります。それで従来のテープカッターで切ろうとするとどうなるのか、ちょっと見てください。見てください。うまく切ることができなかったんですね。でもこのカルカットの場合、ご覧ください。 PP テープでもこのようにサクッとサクッとサクッと切っていただくことができる。で、万が一長く使っていてこの刃の部分切れ味がちょっと落ちてきたなと思ったら、実はこのように取り替えていただくことができるんですね。さらに嬉しいのはこの切った切り口なんですけど、力任せで無理やり切りませんので、ストレート、まっすぐのテープになります。だから張り跡もものすごく美しいんですね。これがカルカットなんです。皆さんが今お使いのテープカッターをこのカルカットに変えていただくだけで、まさに夢のような生活が待っております。抜群の切り心地、そして思わず声を出してしまう切りやすさ、この切りやすさをぜひ体感してみてください。コクヨから絶賛発売中。切れ味抜群のカルカットに、持ち運びに便利なハンディタイプが新登場。新開発の特殊加工刃だから軽い力でよく切れる。使えるテープが幅広く、セロハンテープはもちろん、 PP テープ、マスキングテープも軽くカット。さらにテープの切り口はなんとなんとまっすぐ。コクヨのカルカットハンディ絶賛発売中です。